さっき七原くんについて喋った。ついでに、あ、違う。さっき名古屋について喋った。ついでに七原くんについて喋ります。あー、もうどんと来る。あ、入ってきてこれ。私ね、七原くんの配信見出したのがね、今年の6月ぐらいで、ちょうどその頃ね、その少し前に、天照大神を信仰するようになって、その信仰しだした頃に、七原くんが伊勢神宮に行くっていう配信してた。で、それを見て、あ、伊勢神宮だって思って、そっから七原くんを見て、七原くんにハマっていったんですけど、だから私と七原くんを繋いだのが天照大神みたいに違うね。で、七原くん、でね、さらに七原くんの過去のやつとかも見ていくと、太極拳をやってるやつの動画があって、あのね、太極拳やってる時すごい入られてるなって、体を動かせないようにっていうか、勝手に動かされてるなとかね、変な動きしてたでしょ。ちゃんとできないってやつ、あれね、私にもいるんですよ。昔から私にもいて、あと七原くんを見るとね、私に似てるとこあるなって、じゃなくて、偽物霊能者みたいな、言いましたけど、他の動画で。にもいるようなね、シルバーだけじゃなくて、なんだっけあれ、魔法瓶、水筒、魔法瓶の銀色のフォルムあるじゃないですか。銀色、外側が銀色。あの銀色みたいな霊がいると、あと銀色とちょっと黒が混ざった。勝手にね、なんかね、そういう嫌な、動きになっちゃう。ちゃんとやれなくさせられるんですよね。ただちゃんとさせられなくされる代わりに、なんか独特の個性がある、なんか嫌な人を洗脳させるパワーもあって。まあ私はそれ減ってきましたけどね。ほぼ来ないけど。ただ今もうなんか変な喋り方になる時があって、それは、その、影響、じゃあ、その影響っていうか、その、ジャンル、それに似た枠の存在がやってると思う。違うか、まあいいか。まあいいわ。とりあえず、七原くんに似てるのもいたって。なんか独特の価値観してるね、七原くん。独特のなんか、マウントとじゃないけど、独特の言い方。あれが私にもいて、あの存在がいるから、ああいう言い方になるってやつ。で、そこじゃない。七原くんの言おうとしたのは、あ、お父さんか。で、前ね、夏ぐらいにあげた動画で、七原くんの家が心霊スポットって言って、2019年の、初めの頃はね、を見ると、その心霊スポットじゃなかった。で、2020年ぐらいになったぐらいからね、なんか黒いのが混ざってきてね。さらに、今年の配信で、お墓参りってやつであって、あ、七原くんお父さん死んでたんだって。で、さらにね、今はね、もっと黒がものすごく濃くて、黒はね、死んだ霊の場合が多いんですよ。いや、神様も黒って言ってるけどですね、神様の黒と死んだ霊の黒と仏教の黒と、まあ、いっぱいあってね、あれはまあ死んだ子の黒。で、複数、まあ、いるっちゃいるよね。ただ一番、で、今年の配信を見るやつで一番濃かったのが、七原くんのお父さんだったかって、お父さんが死んだやつかって。で、あの、お墓参りの放送を見て、私ね、そういう普通の死んだ人のね、考えがちょっと伝わりにくいんですけど、そんな中でも伝わった中を言うと、
お墓参り、初めてお墓参りをするっていうやつで、グッズを買っていた。ダイソーでまず、お線香と数珠とか買って、なんだろうな。あ、その後か。お父さんのお墓が、ちょっとお金がなくて生活保護だったので、縁なし仏にまとめて入れられる、た形になったってやつで、でもその縁なし仏に備える花を買うってやつで、お花屋さんに行ったのかな、スーパーだったかのかな、の人で、スーパーのお花屋さんの人に、そっちじゃなかったかな。いい花か、あ、そこだ。なんかね、いい花か、高い花か、安い花か、どっちにしようかなって思ってね。で、お父さんの方は、安い花の方にね、わーってね、嬉しいみたいな、そっちがいい、楽しいみたいな感じになってたから、お父さんとしては安い花の方が良かったんだと思う。でも、七原くんは、初めてのお墓参りらしいみたいなやつで、高い方のね、お花を買ったんですね。まずその流れがあって、お父さんは安い方で良かったって。で、そういう風に思ってる心ってやつ。でね、七原くんがお父さんの名前をね、呼び捨てにしてしまくる、して喋り続けるところがあって、そこら辺はなんかね、怒ってる感じで見えてて、でも怒ってるのはそのお父さん自身ではなくて、お父さんに関わる背景の、お父さんの霊的背景の、守ってた、生きてた頃守ってた存在だったのかもしれない。人間じゃないやつのね、神仏、スピリチュアルいう自然霊のやつかもしれない。そっちがなんか怒ってたかな。で、名前を呼ぶのではなくて、お父さんって呼ぶ時もあって、お父さんって呼ぶとお父さん側がね、お父さん本人がお父さんって感じで現れてたけど、でね、お父さんは常に何を思ってるかっていうとね、なんだろうな。なんかしゃがみ込んでるような感じ。畳にしゃがみ込むみたいな。畳にしゃがみ込むみたいな。残念な感じ、フィニッシュです、私、みたいな。残念な感じ、フィニッシュなんだ、お父さんは。っていう、ような感じでずっと思っている。で、七原くんの実際の会話を聞いても、お父さんは生活保護を受けながらなんか死んでいたっていうのがあって、なんか縁を切ってたのか、離婚したって言ってたのかな。で、なんか会ってなかったみたいな、死ぬ時まで。で、そういうのがあって、まあそういう、故にかそういう流れで死んだからか、七原くんのお父さんの気持ちはそういう感じで。で、その縁なし仏に、なんかね、なかなかたどり着かなくてね、七原くん怒ってたけどね、その、かわいそうじゃないってね、思ってたのか、私側のでいたけど、そのお墓参り行くのに、ただね、お墓参り行かなくてもずっと七原くんに憑依して入ってたので、行かなくてもいいんじゃないの？ で、私場合言うと、私はね、私を産んですぐに私の母親死んだんですけど、私が霊的なことをね、わかるようになるまでお墓参り結構行ってたかもしれない、行ってた方だと思うんですけど、わかるようになってね、母親これかなってわかるようになっても、3、4年ぐらいお墓参りも行かなくなりましたね。だって喋ってるし、お前、逆にお前来んなよって鬱陶しいからって。まあ、あれ、お部屋、私の父親がな、仏教にディープインって言いましたけど、母親もね、ディープインなので、ね、霊的背景がちょっと気持ち悪いのでね、そういうのを来られると、その霊的背景、仏教の味わうことになるし、それ嫌だから、ちょっとディスってましたけど。で、七原くんのやつは、お父さんがね、七原くんに入ってるので、わざわざお墓参りに行かなくてもってね。で、縁なし仏のとこの墓について、お父さんやっと、あ、親父やっと来たぜ、みたい
やっと来たぜみたいなことを言った時にね、七原君から出たっぽい、どこに行ったか分かんないけど、なんとなくね、離れられるとちょっと私も見え方が弱くなるんだけど、縁なし仏の墓石の方に行ったかな。その後なんかビールを開けたりとかのところでもビールの方に寄ってったりとかで、コメントでね、ビールを開けてやるよって言ったのはあるけど、本当あればそうで、霊はね、開けてないとダメ、食べれないから。私もね、部屋に数十人いるって言ったじゃん、言ってた、数十人 いるのが普通だ、今減ってるけど、今ほぼいないけど、あのね、霊にあげてるんじゃなく、備えてるんじゃなくて、私が食べるようね、私が食べるようでお菓子とかあげ、袋を開けてると、霊がね、味わうからね、袋。いや、新品の食べるお菓子に霊のエネルギーがついてるから、なんかつくから、新品で買ったのに、中古のものを食べてみたら、霊のエネルギーがついてるから、なんか中古のものみたいな、霊が食べ終わった後みたいな、そんなのを永遠食べないといけないの。だからもう霊がいる、絶対袋閉じるし、自分が食べを、自分がつまんだ後は毎回袋閉じるし、霊のエネルギーつけないでとか。やってたり、逆にもうね、もう霊をかわいそうだと思うから、その霊に味わわせるかってね、袋を開けた状態にしてずっとそのままやってたりね、お菓子が好きな女の霊とかもいたのでね、その霊もあの、どっかの配信者が好きで配信者のストーカーやってた例だと思うんですけど、それか私がその配信者を見るので、なんだろう、私で見た方が楽しいなとか思って私で来てみたい。で、私の部屋にお菓子があるからお菓子も食べてるみたい。味わってるみたい。そんなのもやってたので、で、霊にお供え物とかする場合は、いや、あのね、袋は開けないと。味わえないのでね。で、七原くんのお父さんの場合は、七原くんに憑依してたっていうのもあってか、置くっていうか、お前が飲んでくれよ、みたいな感じで思ってたような。いや、はい、憑依した状態で、飲むと、もっと味わえるみたいな。ただ、七原くんあれ、バイク乗って、原付に乗ってたから、飲むと、違法になるから飲まない方が良かったけど、飲まないで良かったけど。あ、で、そのね、原付キャドの話をすると、ダイソーでスポンジを買ってお墓を磨くようにって。で、スポンジが飛んでいって、バイク運転してる時に飛んでいって、そのスポンジ、飛んでいったスポンジを拾おうとしているときに近くのバイク屋さんと出会って、オイルを補充しましょうみたいなやつの流れになって、バイク屋に行くともうオイル空でした。ちょうど良かったですみたいな話になって、で、七原くんがこれが親父がやってくれたのかな、出会わせてくれたのかな、守ってくれたのかなとか言ってね、実際それはお父さんがやったんじゃないっぽいんですけど、あ、お父さんがこれか、こういうのかとか思った感じになって、で、その後ね、七原くんから出てバイクにね、混ざってた、しばらく。のもありました。そういうのもありました。だから、ね、一般的にね、なんか守ってくれるとかね、言う人多いけど、もう、これにね、私があのがね、ちょっとイラッとするのが多くて、守らないから。いや、死んだ人レベルは守るような力ないからってね、怒ってるのが多い。私があのね、死んで数百年経ってるような経過ね。本当によく言いますよね。スピリチュアルとか、昔からの霊能者とか霊番組とか、お寺のやつの、価値観が頭にある人って死んだ人が守ってくれると思ってる人ばっかりね。死んだ人は守る力ないからね。死んだ人レベルではね。なんとかしようと思ってるのもあるかもしれないけど、そんなね、技を使えるレベルになれないから、合ってる？なかなかなれないんだよ。